鹿児島市池上町の副省寺跡にある、宗家墓所鹿児島島津家墓所は、鹿児島県鹿児島市、伊ぶす市、たる市、愛良市、薩摩郡薩摩町にある島津市の墓所。2020年3月10日、国の史跡に指定された、薩摩藩主、島津宗家と有力な氏族小屋の歴代の墓所7カ所が、2020年に、鹿児島島津家墓所として、 国の史跡に指定された。国の史跡に指定されたのは、宗家の墓所のほか、越前島津家墓所、かじき島津家墓所、今泉島津家墓所、垂水島津家墓所、宮之城島津家墓所であり、鹿児島県内の四市一町にまたがる。薩摩町、宗伊佐尾寺公園にある、宮之城島津家の墓所越前、かじき、今泉、垂水の4家は、一門家と呼ばれ、徳川家で言えば、 御三家に相当する価格の高い家であり、宗家の四次が絶えた場合はこれらの家から当主を出せるとされていた。宮野城家は一門家に次いで価格の高い一所持の家柄であり、その中でも上位の四家の一つであった。島津宗家墓所は、鹿児島市池上町の福祥寺跡にある。福祥寺は、大江元年、島津元久によって建立された。 福祥寺墓所には六代宇治被災校、二十八代、成明に至る当主の墓頭がある。越前島津家は、原文二年、島津市二十二代、島津慶保の弟、忠則を初代とし、断絶した越前島津家を復興するという形で始まった。墓所は、愛良市の昇竜寺席にある。同墓所には十六代から十九代及び二十一代から二十四代の墓頭がある。 梶木島津家は、宗家十八代当主、島津家久三男の忠明を初代とし、寛永八年に始まった。墓所は、愛良市の農人寺跡と長年寺跡にある。農人寺墓所には二代、四代、五代を除く当主の墓頭がある。なお、二代墓頭は、愛良市長年寺跡、四代及び五代の墓頭は、副祥寺にある。垂水島津家は、島津市十五代。 島津高久の弟、忠政を初代として始まった。母書は、樽見市の心置きな寺跡にある。今泉島津家は、遠京元年、島津市十二代、島津慶保の弟、忠政を初代とし、断絶した泉家を復興するという形で始まった。母書は、伊布杉市の光害寺後にある。宮野城島津家は、創州家始末中梁の三男。 島津直久を初代として始まった。二代、忠長の時、慶長元年に宮野城の領主となり、国高は一万国を超えた。墓所は薩摩町の総伊佐尾寺石にある。宗家墓所にある、島津成明の墓島津宋家の墓頭は、塔の種別としては15世紀以来宝京院塔を用い、石材は山川石を用いている。墓頭は、時代とともに大型化。 装飾家の一図をたどり、十八代当主、島津家久の母島において、近世大名母島としての形式が確立。以後は、幕末の島津成明母島まで、十一代、二百年以上にわたって、同じ形式が引き継がれた。鹿児島地方では、五輪島よりも、豊京院島に一段高いステータスが認められていた。宗家投主夫妻の母島には、 山川赤星の大型の法教印頭が用いられる。一方、一文化を含む家臣の母頭は、刀の規模、形式、使用する、石材種などにおいて差がある。いわば、母頭は、ステータスシンボール化し、宗家とそれ以外との階層化を示している。例えば、越前家や垂海家の母頭では、形式は、法教印頭が用いられるが、規模は、本州家のものより小さく、石材は、 山川石ではなく業界岩である。カジキ警ボ所では、法教院等ではなく、逸話等が用いられ、宮野城警ボ所では、石病が用いられている。ありがとうございます。